この子ったら、あなたが出かけようとすると泣き出すのですよ。こいつが泣き出すとどうしていいかわからん。俺にできるのはこいつを泣かせる野郎をぶん殴ることぐらいだ。あなたらしい優しさですね。ねえミスラ、この子をあやすのは私の仕事、この子の生きる世界を作るのがあなたの仕事。あなたの思うことをなしてください。そんな力にあふれたあなたを見ていたいのです。だからわかった。もう喋るな。来る。
我が期待に応え、よくぞここまで来た。我らが導いた真理を受け継ぎ、この世界を導くべし。世界はその道に一人の者によって救われねばならない。我らは新たな世界の救済を導く。何時という完全存在をして、この世界はならない。共に歩んでいくがよい。お父様。この世界を頼むぞ。貴様の言う真理を全て破壊してやる。不可能だ。お父様。Yeah!
わなかったのだ。
界を導いた気になっている。大バカ野郎が。助けを求めるだけで自らの足で歩もうとしない腰抜けどもが。ギャッ、これらのことに我こそが神。倒してしまえば全てのマントラも失われてしまう。そしたらマントラの力で支えられているお父様は。だがお前がいる。Thank you.
これが。父の生き様でした。